休み時間ラジオ井上バーでございます。ノーミルク佐藤でございます。に常識的な時間にとっておりますね、8日7時半にとってますけど夜、ね、夕方の、ねはい、夜のね、サウジと J3 の共通点というね、いやサムネにも僕はぶち上げちゃったんですけど、無理やりでも無理やりでもこのテーマで喋っていただきたいっていうのも、今日先生、はい、あのね、ミルワーカーの動画2本撮ってから3本目この収録に挑んでおります。休み時間にね、そうですね、1本目がサウジアラビア対日本の展望ね、うん、10日27時、ね、代表戦楽しみ、うん、そして、2本目が J3 の残留争いはどうなる、5チームに絞られましたというね、この話そうなんだよね。やっぱミルワーカーも何年目に入るんですか、10月10日をもって7年目。もうこれはミルワーカーしかできないと思うんです先生、これ無理やりでもサウジとサウジアラビアと J3 の共通点、ね、これでも今日15分喋っていきましょう。いや、やっていきましょうね、はい、いやでも僕はやっぱね、暑いってことですね、暑いいろんな意味でね。いやでも、はいはい、あの崖っぷち生存サバイバルじゃないですか、やっぱり J3 まさにそうでしょ。サウジもそうですか。だってサーマンさん、あのサウジアラビアって国というよりも楽勝なんじゃないの、税金もないんじゃないかなっていう、ね、家がもらえて石油が出て楽勝、何がサバイバルかね。うん、いやまあ大問題なのがさ、今回もあのサウジアラビアも日本と同じぐらい当然ながら代表メンバー選ばれてるわけじゃないですか、うん、サウジ代表ね、伝統のアジアの虎ですよ、虎は韓国がアジアのね、25、6人呼ばれてる中でよ、はい、あの5、6人除いたら約20名、はい、普段リーグ戦で、ベンチ温め4位です。えサウジアラビアリーグでかい。そう、なんでなんで、え、だって、うん、ベンゼマとか、うん、あ、そうか、マフレズとか来ちゃったから、呼びすぎちゃって、呼びすぎちゃって、地獄の選手が、でサウジの選手ってやっぱ外行かないからね、行かないからね、いろいろ文化の違いとかあって、ね、そうなんですよ。お肉とかあんま食べないしか、そんなかな、お酒も飲まんしか、ヨーロッパ行っても楽しくねえし、まあ、なのかね、で、本末転倒で台本弱くなっちゃうじゃん、じゃあ。はい、うん、で、うん、だから、うん、っていうかサウジの中でいろんなチームだから今回僕こう見たわけですよ、サウジのクラブチームの方ね、うんうん、見て改めて分かったのが、はい、当然なんかこれ多分誰でも似たようなことすると思うんですけど、はい、こうやって誰か新しくその欧州から呼んでくるってなったらそれはアタッカーから呼ぶじゃん。まあそうだね、派手なね、うん、確かに。で、うん、アタッカー呼ぶってことは次どこ呼ぶかって言われたら、うん、まあ多分チャンスメーカーっぽいんですよね次は。あー、なるほど、わかる。ゲームでさ、うん、コインが余ったらそうするもんね、我々も。そうだよね、はいはいはい、それだと普通で考えると次なんかボランチとかなのかなと思ったんですけど、うんうん、次キーパーだった、まあ、ね、あ、そう、だってすげえ屈強なフォワード来るんだから、そいつは止めなきゃいけないもんね、シュートね。センターバックでしょ。いや、そしたらね、うんうんうん、センターバックあんまいないのよ。おあのアルヒラルとかは王族っぽいね。そうだね、うんうん、その結果あのディフェンダー大体こうちゃんと出てる軍団から呼んでこうみたいな感じなのか、うんうんうん、今サウジあの3バックなので日本と同じで、はいはいはい、平均180歩かないかよ、身長、うん、あるイテハドのセンターバック180ない、うん、ないイテハド、ないでハド。いやっていうかもうあのなんだろう、日本で言ったらその中山雄太くんとか橋岡くんみたいな、うん、実はクラブではセンターバックやってないみたいな人が代表でセンターバックやってる。だからサイドもセンターもできるけど、うん、普段は左サイドバックやってる人が代表では左センターバックやってるみたいな。そうだか、まさに僕があの FC24 でね、うん、課金で作るチームと一緒。もうスターバック集めて前のね、うんうん、センターバックをおろそかにして。うん、やられてるっていう。そうだ、それです。そうだ、ね、それです、本当に。はい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 、で、だからね、あの、マンチーニさんもちょっと考えたのかなっていうのが、はい、ちょっと若返り始めたっていうのがありましたね。あの、要は、同じ格っていうか、それこそじゃあ、20代後半でベンチ温めてるクラスの選手呼ぶんだったら、そりゃ若手呼んだ方がいいじゃん、同じぐらいだったらさ。だからやっぱ日本でいうその高井光太くんとか、うん、それぐらいの年齢の選手を何人かやっぱ呼んできてるなってのがありましたね。でマンチーニさんっつったらやっぱだってイタリアの人でしょ。
そうですね。ディフェンスはがっちりすんじゃないの。いやーだってまあさ、ね、サウジにイタリアの監督っていいの。なんかサウジでもっとなんかねリバプールみたいなイメージあるけどね。そうなんだよな、どうすんだろうっていうね。逆にってことか。まあかな、まあ、それとも王族が昔あれか、うん、サッカー好きだったからか。セリア世代か。あるかな、ありえるかな。まあ、一応でもやっぱあのアルブライカンとかいるじゃないですか。アルブライカンは怖いよ。怖いよね。前回のね、うん、最終戦の時でも点取られちゃった選手ですけど、彼はまあちゃんとアルアハリでスタメンなのよ。おお、まあそうだろうね。そうだから、そのだからちゃんと彼はワールドクラスだもんね、ワールドカップでも、まあ、いやそうだ ね点取ってるし、普通にヨーロッパ移籍したところでちゃんとそこそこのチームにいられると思うんです。名前はね、芥川龍之介の小説みたいな名前だけどね。あるあるブライカン。あるはあの漢字のね、あの聖域の域みたいな、あるブライカン。すいません、はい、そうなのよ ねっていう感じにとりあえずなってたりし、はいはいはい、という感じです。あとはなんだろうな、注意しなきゃいけない、あとはそれプラス、まあちょっとね、そういう感じの動画も明日の朝に また出すと思いますけど、うんうん、あとはあれかな、まさにサレム・アルドーサリー選手ですかね。あー、聞いたことありますよ。なんかやられてる感じしますね、その名前には。そう、あのだって、はい、我々日本どころか、はい、アルゼンチンに逆転弾叩き込んだ男ですよ。ドーサリー、うん、はい、だそういうところだから、日本で言うと上田綺世だったり南野拓実あたりの選手ですけど、はい、経験ある選手多いな。そうだね、はい、なんとなくこうやって名前我々が覚えてるってことは、それだけ活躍されてるからだもんね。うん、こう胸の苦しい思いから覚えてます、アルドーサリー。そうだよね、はい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 、なんでそのあたりは、そのアルドーサリー選手もすごいのが、まあさ、あのアルヒラルでスタメン張ってんだよ。はい、はい、てかアルドーサリー以外サウジの選手の名前ないの。なるほど、あ、そうか、世界選抜みたいなというかね、外国人枠もないし、 その中でちゃんとキャプテンなのよ、ドーサリー。すげえなと思って、でちゃんとあのスタッツも残してんのよ。なるほど、外国籍選手に負けないぐらい。あ、すごいね。そうなんで、そんなことがありました。応援しちゃうね。応援しちゃうね。ダメなんだけどね。まあ、そこら辺はね、ちょっと注目していただければなって思いますけど。すごいですね。はいはいはい。やっぱあれだね。そして今回またそのサウジ組今調べてますけど、はい、好きになってくよね。いや、それは人間ですから、みんな人間ですから、なんかね、はいはい、ちょっと情じゃないけど、ああなるこう、そう、あいついたな、この方があったわ。いや、ダメみたいな。だって今回は頑張ってほしいです。今回はちょっと我々に負けていただきました。いや、そうだね、今回はね。アウェーで勝ってこそですから。どんな、そうですね。環境でも日本は勝つぐらいも強いと思いたいから、うん、ね、はい、そうだね。でも引き分けでも全然 OK だと思いますよ。引き分けでもだってもう歴史上初めてでしょ、はい、勝ち点取るの。そうなんだ、アウェーサウジ戦って。そうなんですよ、皆さん、いろんなことがあって。そうなんですよ、そうね、移動とか、はい、大変になってきますもんね、本当ですよ。うん、おうおう、エアコン効かないようにもできるしね。アウェーって、いや、サウジはそんなことしないと思いますけどね。なんかあるらしいですよ、国によっては。そうだよな、ね、あ、流れないようにしたいとかね。いや、そりゃストレスでしょう。いや、まあそうだよな、色のできるもんね。あのドア、ね、開けたらいいけど閉まんないとか、閉めたらいいけど開かないとか、うん、そういうのは嫌でしょ、試合前に。そうだ ね、はいはい、OMT で対応してください。ね、OMT、はい、おむつで、はい、ね、ありがとうございます。うん、あの、俺もう一個あるんだ。はい、あの、はい、まあこれ正直 J3 だけじゃなく、はい、まあリーグ戦とってところでもありますけど、うん、今さ、ちょうどアウェーでやっぱこの最終戦ってのは勝ってかなきゃいけないんだって話されてましたけど、うん、やっぱね、この J3 の残留争いも僕そうじゃないかなと思ってて。あ、忘れてた、今日のテーマ。さすが先生。私が忘れていたのに。はいはいはい。あのね、はい、あの、まあね、皆さんにも、まあ、そのうち動画出ると思いますけど、はい、J3 今残留争い、長野、宮崎、YS、それぞれその3チームが16、17、18で今残留権、はい、で19位の奈良が今入れ替え権で、はい、20位岩手が今降格権ということになってるんですけど、はい、まあ、実はね、その中の長野、奈良、はい、そして岩手、うん、この3チームに共通していることが実は1個だけありまして。長野、奈良、岩手、うん、うん、
実は今シーズン、大体アウェーで戦った試合っていうのが、それぞれ各チーム大体15、6試合あるんですけど、はいはいはい、長野、奈良、岩手は今シーズンアウェーで未だ1勝です。うん、え、しかしてない。1回しか勝ってない。おー、なるほど。あらららら、そっか。で、この上のチームは3勝以上してるんで、2勝差離れてるんですよね。はい、なるほど。はいはいはい。だ奈良と岩手がちょっと19、20位にいるのも、やっぱりちょっと段、まあ、引き分けとかも含めて、ちょっと断トツで2チーム低いかなってところと、長野も未だ実は1勝だっていうところで。なるほど、そうなんだね、うん。そこが苦しんでる要因なんだろうなって。はあ、はあはあはあ。ありますね。っていうところで、まあ、だからちょっとまさ気になるのがさ、これあんまりこう、まあ、雑談、こっちのサブアカだから言えることとして、はいはい、なんか長野あれでしょ、はい、まさ知ってる、あのライセンス、あの J2 ライセンス、はい、はあのなんか三角なんだよね実は。え、なんで？そう、いやなんかね、うん、いわゆる経営上のか金銭的な問題だと思うんですけど、うん、なんかそこのところを是正しろっていうふうにリーグに今勧告されてて、それが直らなかったら、いわゆる取り消される。一種を取りすぎってことですか？まあ、なのか、だからお金使いすぎたかないって多分状態ですね、とりあえずね。だちょっと思うのが、長野ほどのチームが、正直、あの、アベーで今季一緒って、なんでって思ってたんですけど、うん、まあそうか。もしかしたらこれ、移動の仕方とかも変わったりしてないかとか、ちょっと。ああ、なるほど。今までちゃんと新幹線移動だったのが、でね、とバス移動に変わったとか。ああ、全然違うって言いますもんね。そうっすよね。だそういうこととかももしかしたら起因してるかなーってのちょっと。なるほど。なるほど。ほうほうほう。でもここも正直消しってる場合じゃないので、もう残りね。そうね。ここは一番そうだね。そうでしょう。発見してでも頑張るとこだね、これ、ね。そうなんだよね。だここだから残りのアウェー戦でも負けないで勝ち点1ずつでもどれだけ取れるかってのは。しびれるね。大事だろうなって思いますね。しびれる。しびれるね。しびれさせてくれんすか、サウジアラビア代表、我々を。まあ、でも、簡単にいかないでしょうね。いや、そうでしょうね。ひょっとしたら選手に取られるかもしれないし、守りに入られるかもしれないね、うんうん。で、日本のシュートが2倍、3倍になるんだけど、ゴールを割れないで90分みたいなことあるじゃない。そうなんだよね。いやー、これは最強の相手ですね、サウジアラビア。そうですね、うんうんうん。まあまたなんでちょっとね、プレビュー出すのをお待ちいただければと思いますので。あと同時視聴もやりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。わかりました。まあ、はい。そうだね。そうだね。あとさ、まだもう一個だけいい？いいですよ。これはのニュース的な意味で、はい、喋っておきてって話なんですけど、はい、ほら、この間鹿島のさ、あの監督の話出たじゃない、あの、はい、で解任の話さ、はい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 。で次道南の話でなんか鬼木さんが上がってるとか大岩さんが上がってるとかって話してたんですけど、羽田コーチパリオリンピックの時の、うん、がもともと鹿島で大岩さんが監督やってた時のコーチも羽田さんだったんですよ、うん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 、で大岩さんが大岩ジャパンパリオリンピック世代やるからっつって羽田さんもそっちのコーチになって、うん、そしたらですねこの終盤戦鹿島に羽田コーチが戻ってくるっていうニュースが出てきまして、ほう、これもう大岩さんでしょ、監督やっぱり。ああ、なるほど、スカウティングが立つわけですね。そう。アルシンド戻ってきたって言われたらジーコかもしれないと思うようなもんで。そう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 。ね、そうなんだ。なんじゃないかな。だからこれ、はい、対外的にこうメディアを通じてまだ大岩さんっていうふうには言わないけど、はいはいはい、これから補強とかやっていくわけでしょ、うん、もう来季に向けての。うん、かだから。体制が見えた方が来る人も来やすいもんね。うん、だから大岩さんが来るよって、だからなんだったら、パリ世代何人か飛んじゃないですか。ああ、そうですか。うん。はあ。あり得るんじゃないかなってちょっと思っちゃったね。なるほど。さすがせ、名探偵。いやいやいつも探してるね、あなたは。わかりました。うん、っていうところでございます。気づいたらまた教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、先生今日もありがとうございましたでございます。見事にまとめていただきました。うん、よかった。されてましたということで。ありがとうございました。ということで、また明日お会いしましょう。うん、じゃあねー。またねー。イベントやりますね、これ来てください。お願いいたします。お願いします。じゃあねー。またねー。